ただ一つ問題がある。今言った通りです。爆発して死んだんです。サリー、あれはほっといて平気だ。超たくましい。だな。じゃあ黄金の都を見つけたって彼女に言って、今夜テレビで生放送ってか。バカ言うな。だろ、俺を信用してるよ。まあまあね。まあまあで草。このままだとそこらのグロスキまでお宝を狙いに来ちゃうぞ。彼女なんてどうでもいい。今すぐ出発だ。大した紳士だな、サリー。まあな、勝負んだ。いつもの行くか。予想なんてそんなこと言ってる場合じゃないんですよ。分かってるんですか。この企画は今年最大の目玉なんです。まあね。あ、はい。こっち側からしたらね、全く信用はできません。だからお願いしてるんです。カメラクルーを送ってください。そうすれば私が。アメヤ、この人たち。アメヤ、エルドラドって展開早っ。待て、ゆっくり頼む。俺はもう若くないんだ。お前死んじゃうぞ。そんなこと言ってたら。リマの酒場のことは元気によろしくやってただろ。あの時は別だ。まあ確かに俺はまだまだ生きるがな。元気じゃねえか。まあ頑張れよじいさん。もう少しで着くからさ。ここだ。あった。あるやないか。いけない。あ、待って、これか。ここじゃね。あやだ。ヒン、ちょっと待って。ヒン、おい、スバル、ここ来てもさ、エルドラドまで。あ、ここだ、ここだ、ここだ。あった、あった、あった。これや、これや。あぶねー。ほらー、あぶねー。ほらー、あぶねー。何が見える。何も。未来。俺には未来が見えた。あー、はい。おーらー。よし。おい、そこだけ地面がちょっと違うぞ。地面がちょっと違うだと。あれね。おーおいおいおい、空洞だ。空洞。扉をぶち破らなきゃ。扉？あ、あの石を落とせってことね。うえーきた。あ、そこが空洞ね。お宝は全部いただくぜ。うわー、え、これ地下か。テンション上がってきた。おいおい、あー、ね、なんだこれ。崩壊してる。おお、あったかくて居心地いいね。想像してた場所と違ったか。うん、黄金はどこにある。何世紀も前に掘り尽くされたんじゃないか。え、フランシス教が持ってったのか。いや、フランシス教じゃない。何これ。これを見ろ。兜だ。彼が来る前にスペイン人が来たんだ。おお、くそ。なんだ、取られたってこと。全部ここに遊びに来たわけじゃないんだぞ、ネイト。あのレポーター、え、いい女だと思っちゃってるだろ。思っちゃってる。まさか、そんな気があったらミスミスあの桟橋に置き去りにしないよ。恋と宝探しでは何でもあり。じゃあこれは恋か宝探しか。とぼけちゃうの。そらハマったね、エレナ。お前ちょっとスバルはタイプだなと思って見ていたぞ。ガラ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 。ぐちゃっと。急げ、ネイト。あー、ごめんごめん。いいぞ、話して。これで大丈夫だ。いや、あいないぞー。早く、サリー。わー。お、クライミングね。あー、ネイト。うわ、危ない危ない。あー、こんな
え？何これ怖いんですけど。え？はい。はあ。怖い。で、なんかボタンある。伝えきるか。は、怖。レッツゴー。情けなくて草声。これどっち？逆だ逆。ですね。これいけるか？距離足んなくね？え？いっぱい。はい。あれね、あの棒ね、飛び乗るところ違ったわ。おら、爆弾がある右側。反対側へ出られた。扉を開けられるか。扉ね。爆発するぞ。でやばい。メイト、ここを離れるんだ。早く。うわあ！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 おお。やったぞ、バッチリだ。こちらその黄金の像を拝んでやがる人間だよな、これ。あれ、ちょっと雰囲気が。エルドラド、黄金の男だ。サリー、黄金の都じゃない。名前の由来は黄金の偶像だ。あ、今あったらどれぐらいの価値があるのか。何かの後だ、ほら。スペイン人はマルタで運び出したんだ。はいはいはい。来るのが400年遅かったようだ。あかんやん。そんなに昔かみたいだよ。なんてこった。飽きまへんやん。帰るか。だが、え、だがなんだ。追ってみる手はある。なんで？あ、このね、マルタの跡ね。